アウターラジオに困ってる限り負けるはずがないんだよ。検診校自ら来てんの。すごそう。俺も狙われてる。戦が終わりました。北条家の力を強めていかねばならない。どうかな。ということでですね、出奔します。どうもお世話になりました。そんなこと言うなよ。仲良くしろよ。はい、ということで、FA 宣言しました。いや、まあ何はともあれね、物を売りたいんだよ。軍資金が。まあでもあれだよね、借りたお金で儲けを出したんだから文句ないよね。俺は悪くない。したらとりあえず自宅帰って寝ます。さて、晴れて自由の身になった俺ですが、これから何しようかな。なんかね、ジアさん悪い人じゃないんだけどさ、あんまり、なんか、指図されるのあんまり好きじゃねえんだよ とりあえず、もう一回、お茶で儲ける戦法をやって、で、ちょっといろいろ、やろうと思ってるんだけど、ああ、信虎殿か。また冷たくされると嫌だからな。とりあえず、お茶を買って、
で小田原に戻ります。3000が回れば当面の暮らしには困らないので、とりあえず1500ぐらい貯金して、手持ち500ぐらいにしとけば、ああ寝よう。で、家事スキルを身につけたいんです。そうすると自分で刀が作れるようになるので、下働き、家帰って寝て、これをしばらく繰り返す感じかな。ついでに鉄砲も教えてもらおうかな。で、大きな目標の話をすると、最終的には、どっかに仕官しようと思ってるんです。で、どっかっていうのは、どっかっていうのは、小田豊臣、武田上杉のどっかがいいなって今考えてるんだけど、ただ情勢によってどうなのかわかんないからね。お、これがとね、鉄を作れるんですよ。それからね、これやっていくうちに、なんだろう、やり方によっては大名になれたりするんですよ。で、みんなって言うとあれだけど、割とそういう人多いんじゃないかと思うんですけど、今のところ大名は考えてないで、
展開によってはやるかもしれないけど。どっちかっていうとね、俺、配下プレイが好きなんですよね。あ、来た来た。お世話になりました。このね、五花伝の一つ、まああの免許改伝じゃないんですけど、とりあえず五花伝だから5箇所の、伝承なんだよね。で、そのうちの一つが今、相州伝、相州だから相模の国の、伝承というか、方法だよね、やり方が、覚えられましたよっていうことでね、これを集めていきたいんです、とりあえずは。で、一回家帰って、そう、さっきのなんとか伝があると火事場を広げるんだけど、まだ、やんないっす。で、引っ越します。どこだっけな。尾張とかだった気がするんだよな。引っ越すついでに、お茶買っていきます。やっぱりね、先立つものは必要なんですよ。日の口。どなた？斉藤家って滅んでないのか。はい。したらまた下働きをします。あれ早いな。お茶売るの忘れてた。うん、安定のお茶。あ、もう2年だったのか。早いな。ですね、次は、西賀じゃなくて、で、西賀はね、鉄砲なんだけど、西賀州っつって、鉄砲の集団がいるよね、ここは。あとは種子島の方か。ではなくて、備前。ここですね、備前長船って、刀あるもんね。で、せっかくだから京都行ってみよう。はあ、ここが大都会京都か。どうしようかな。寺。全然俺できねえんだよ。どうしようかな。ルービックキューブみたいなやつなんだけど、
これで揃うんじゃねえか。初めてで揃えた。もう一回やろうか。できてるの。うるさい。で、あ、そっか、ここ、あれか、止まるとこないのか。いや、一回ちょっと時間ねえ。もう一回やらして。石山、堺行ってみようか。歌舞伎踊り。ああ、出雲の国ですね。
って。お茶ならっとこうかな。なんだっけ、同じのが出るんだっけ。ウーパーカウーパーカ赤みき赤みき増えるというね。もう一発、あ、ここで茶器変えるのか。買っとこうか。でもう一回やっとこう。宿屋に泊まって、ああ、おお、熱い眼差しを送らないです。どうしようかな。南蛮召喚も面白そうだけど、とりあえず貿易品を買って、針 10.3。本拠地に戻ります。あとね。10.9 だっけ。ああ、まあまあじゃん。自宅に戻って一回寝て、鍛冶屋でまた修行ですわ。経験あるともう一発でもらえるんだね。あれ、山城伝、山城伝、
ってどうやって撮るんだっていう。作ってるうちに悩むんだっけ、忘れちゃった。とりあえず休養をして、砂鉄の採集を多分習わなきゃいけないんじゃなかったっけか。あ、そうそうそう、これこれこれ。上陸できねえんだ。そうなんだ。あ、したら長船ずっと住んでてもいいな。当てずっぽうにやったらなんかたくなんかね、普通はね、うまく取れそうだみたいな感じなんだよね。適当にやったら当たっちゃった。いや、実はね、もうちょっと上の方行くとね、取れるスポットあるんですよ。まあ、そこ行かなくてもいいじゃん。どうなった？しばらくちょっと長船にいようかな。刀鍛冶をねやろうかなっていうか、強い刀剣を一回ちょっと作りたいなと思ってまして、そんなに、ね、激強じゃなくていい。売ってるやつより強ければいいんだ。というわけで中断。